ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムちゃんです。幽霊のゆる子です。今回はこの謎の機械が何かを考察するよ。商品名はその名の通り。何かわかりませんっていう商品なんだよ。これはハードオフで買ってきたんだよ。前回の動画でいろいろなコメントをいただいたよ。あくまでも仮説に過ぎないがいろいろと考察してみたぜ。タイムマシーンではないかという意見もあったね。ジャンク PC を買って過去に持っていけば大儲けができるね。でもタイムマシーンとしての使い方がわからないよ。電池残量を調べる機械ではないかというコメントもあるぜ。人工呼吸器というコメントもあるね。空気が出てくるから人工呼吸にも使えるかな。風船膨らま式というコメントもいただいたよ。タバコをブレンドする機械というコメントもあるぜ。前回の動画でいろいろなコメントをいただいたけれど、魚飼育用のエアーポンプと、メッキを吹きつけるためのものであるという説が有力だよ。内部に危険なものが入ってなくてよかったぜ。これを見て冷や汗が出たね。この真ん中のボールはつまみになっているんだよ。つまみといってもビールのつまみじゃないよ。上のケーキは何かが不明だぜ。このつまみを回したらケーキが動くかな？左下に主電源があるよ。この電源を入れても空気は出ないよ。別のスイッチで空気が出るぜ。さっきの電源を入れてこっちのスイッチを入れたら空気が出るんだよ。値札は右上に貼ってあったよ。この赤と黒の穴は何かに繋がっていたようだね。魚飼育用ならヒーターや照明に繋がっていたと考えられるぜ。この二つの穴に何か機器を繋いでみたいね。このケーキも動かしてみたいぜ。前回の動画では内部を観察しただけで終わっちゃったもんね。今回は多くのコメントを元に何か調べてみるんだよ。それじゃあ通電させてみるよ。電源コードは後ろ側にあるぜ。それじゃあ主電源を入れるよ。スイッチオーン。ランプがついたね。それじゃあ空気を出すぜ。右側の電源を入れるよ。スイッチオーン。エアーポンプが作動したよ。下の小さな穴から空気が出てくるんだぜ。風量は僕微弱だよ。機種をなびかせるくらいの微弱な風量だよ。それじゃあこのつまみを回してみるよ。回しにくいがなんとか手でも回るぜ。これでケーキの針は動くかな？これで風量は変わるかな？残念だけど風量は全く変わらないよ。ケーキも動かないじゃないか。それじゃあ今度はこの二つの穴を調べてみるよ。電圧を調べてみるんだよ。電圧を測定しているよ。直流で 0.455V だぜ。それじゃあ今度はエアーポンプを作動させるよ。エアーポンプを作動させても電圧は変わらないね。エアーポンプとこっちの穴は無関係なのかな？風量を調整するものではなさそうだぜ。照明やヒーターを制御するものなのかな？それじゃあ開けて内部も確認してみるよ。ネジを外して開けるよ。古いベニヤ板だから手を切らないように気をつけなくっちゃね。それじゃあ前面のカバーを外すぜ。前回の動画ではここで内部を観察するだけで終わっちゃったね。多くのパーツの名前を教えてもらったよ。奥にある赤いやつはトランスだよ。トランスは変圧器なんだぜ。これで 100V の電圧を落とすんだよ。6.3V に落とすトランスだね。これが主電源のスイッチだよ。主電源からトランスに白い線が伸びているぜ。トランスから青と黒の線が伸びているね。青と黒の線が手前に伸びているね。グレーや緑のパーツがあるね。グレーのパーツは電解コンデンサーだぜ。ちょっと見にくいけど耐圧と静電容量が書いてあるよ。耐圧が 10V で静電容量が1000マイクロファラッドだよ。すごく見にくいけどごめんね。親切な視聴者さんが教えてくれたんだぜ。この黒いやつはダイオードだよ。これは整流ダイオードだよ。これも親切な人が教えてくれたんだよ。ここで交流を直流にしているのかな。それからこの深緑色のやつは巻き線抵抗だよ。これは大きな抵抗だね。そして隣のやつは可変抵抗器だよ。つまみを回すと抵抗値が変わるんだぜ。さっきつまみを回したけどケーキの針は動かなかったね。
内部から直接つまみを回してみるよ。これは日本水槽工業のエアーポンプだね。ローマ字で書いてあるんだぜ。今は日槽っていう社名なんだよ。これは相当古いポンプだよ。それじゃあ一度主電源を入れて各部の計測をするよ。それじゃあ今度は内部からつまみを回してみるぜ。 6.3V からさらに抵抗で 4.5V まで電圧を落としているんだね。可変抵抗のつまみを回してみるよ。つまみを回しても電圧は変化しないね。これは壊れているんじゃないのか。これは抵抗値も測定できるよ。それじゃあ抵抗値を測ってみるよ。ここに電極を当てればいいのかな。今は抵抗を最大にして測定しているぜ。抵抗は最大で10オームだね。抵抗を一番低くして1オームになったよ。それじゃあこの可変抵抗器は壊れてなかったね。つまみを回せば抵抗の数値は変化するぜ。右に回すと抵抗が大きくなるよ。左に回すと抵抗が小さくなるね。たくさん電気を流したいときは一番左にしておけばいいよね。出力を絞りたいときは右に回すんだぜ。右に回すとどんどん抵抗が大きくなるね。そして最大で10オームになるってことだよ。よく見ると10オームって刻印があるね。それじゃあ今度は電流を測定してみるぜ。今は320mAの電流が流れているね。つまみを回して抵抗を落としてみるよ。どんどん数値が上がっているよ。これは電流を制御するものだったんだぜ。これはヒーターを制御するものだという説が有力だね。これでファンでも回してみよるよ。これがあればファンの速度が制御できるね。それじゃあハードオフで買ってくるぜ。ジャンクのケースファンを買ってきたよ。550円もしたけどこれしかなかったんだよ。いらない時は110円でゴロゴロしているのにね。しかしこれは丈夫だから後から何かに使えるぜ。扇風機として使えるかな。風量の調整ができるね。風量の調整ができたらこのファンは扇風機になるね。普通の扇風機だって風量の調整くらいはできるぜ。これは線が3本あるね。赤と黒だけで十分だよね。一思いに切っちゃったよ。550円もするのにもったいないぜ。それじゃあ電線の被膜を剥くよ。黒い線も同じ夜に被膜を剥くよ。白いやつは関係ないからそのままにしておけばいいよね。白い線はマザーボードに接続した時に回転数を制御するやつじゃないのか。線を網口クリップに取り付けたよ。それじゃあこれを電極に取り付けるよ。これで出力調整ができる扇風機の出来上がりだね。それじゃあ早速電源を入れるよ。スイッチオン。ファンが回らないね。可変抵抗は最小にしてあるぜ。 4.5V じゃ電圧が弱いのかな。可変抵抗のつまみを回してみるよ。少しファンが動く程度だね。確かに少し動いているぜ。白い線を繋いでみない。それじゃあ白い線を繋いで確認してみるよ。それじゃあ白の線を繋いで試してみるよ。白い線じゃうんともすんとも言わないじゃないか。これはとっても困っちゃったね。ケースファンは 12V だから無理があるんじゃない。赤い線なら少しは動くもんね。それじゃあ別のものを用意するぜ。これは USB で動作するやつだよ。音楽に合わせて光るんだよ。 USB 機器なら 5V だから動作するんじゃない。若干電圧が低いがなんとかなりそうだぜ。 USB Type-C で接続するよ。これを切っちゃうのがもったいないね。このケーブルは買うと結構高いもんね。今のスマホはみんなこれだぜ。少し前まではマイクロ USB だったのにね。それじゃあ勇気を持って切断するよ。それじゃあ今度は被膜を剥くよ。この電光ペンチは錆びついていて切れが悪いぜ。電光ペンチを飛ぶやつはないのかな。力を込めてやると怪我の元だもんね。中から赤と白の線が出てきたね。中の線の被膜も剥いてやるぜ。 USB の線って案外シンプルだね。これなら 5V の電子機器を直流安定化電源で動作させることができるね。電線の被膜を剥いたよ。それじゃあさっきの網口クリップを取り付けて接続するよ。これが魚飼育用だとしたらヒーターか照明を制御する機器になるね。ちょうど光るやつだから照明になるぜ。
エアーの出力調整ができないからメッキ用より魚飼育用の説が有力だね。つまみを回したらエアーの出力が変更できると思ったね。この機械はハードオフ甲府里吉店で買ったんだよ。山梨県甲府市にあるハードオフだぜ。山梨のハードオフは面白い値札が多いんだよ。面白すぎる値札を見に行くのも面白いよ。興味があったら概要欄のリンクから見てね。山梨のハードオフは Windows XP 搭載のジャンク PC がたくさんあるぜ。スペックは低いけどたくさんあるんだよ。もちろんハードオフだから高すぎるものもあるけどね。これで電源と接続したよ。エアーポンプを作動させたら光り出したぜ。これは立派な照明だね。ここから電源を取って照明を光らせることに成功したよ。それじゃあこの前面を閉めるよ。今度は外側の穴から接続するぜ。それじゃあネジを閉めていくよ。これは昭和40年代くらいに作られた機械模様だね。 4.5V だから 1.5V の乾電池3個分のパワーになるね。昔は電池が高かったんだぜ。今でも乾電池より 100V のコンセントの電気の方が安いよね。今では乾電池は100円ショップでも入手できるね。それじゃあ早速ワニ口クリップを取り付けるよ。穴の凹凸の部分に挟むんだぜ。ちょっと挟みにくいね。ここは本当はプラグを刺す場所だもんね。悪戦苦闘の末やっとクリップをつけることができたよ。それじゃあ電源を入れて起動させるぜ。照明の光があまり元気がないよ。エアーポンプの振動だけじゃ光らないね。木を軽く叩けば光るね。常に光らせる方法はないだろうか。真ん中のケーキが動いていることない？そういえば真ん中の針がわずかに触れているよ。これは電流計だったんだね。照明が光を放てば電流が流れて針が触れるぜ。それじゃあ今度は音楽を流してみるよ。それじゃあ長靴でお出かけを流してみるよ。音楽を流すと元気そうに光が踊っているね。電流計の針も元気よく動いているぜ。これはとっても面白いね。これで電流を制御して照明やヒーターを調整していたのかな。この機械があれば USB 機器の多くを動作させることができるね。 5V 程度の機器なら問題なく動くぜ。それじゃあ今度は水槽を用意するよ。水槽を買ってきたよ。すでに色々なものが揃っているね。これは見ているだけでも楽しいぜ。この水槽に水を入れてブクブクさせるよ。それじゃあ早速水を入れるよ。加熱器がない流し飲みそんなキッチンある？水槽に水を入れたよ。それじゃあエアーでブクブクやるよ。エアーホースは適合するやつを買っておいたよ。水槽に付属していたホースは適合しなかったぜ。付属していた水草くらいは入れようよ。これじゃあまるで水族館だね。この水草は作り物だから光合成はしないよ。それじゃあエアーホースを取り付けるぜ。もともとこうやってホースが伸びていたことは予測できるよね。何十年も前のエアーポンプが今ここに蘇るよ。謎だらけの機械を今ここで使用するよ。水槽に蓋をかぶせるぜ。エアーポンプを水に入れるよ。これは感動の瞬間だね。何かわかりませんが何かわかってきたようだね。これは立派なエアーポンプだぜ。それじゃあ早速電源を入れるよ。スイッチオン。水の中で空気がブクブクと言っているよ。これで水の中で空気がかき混ぜられるぜ。これがないと魚は酸欠になっちゃうんだよ。ところで何か物足りないことない？魚がいないと寂しいよね。この中にメダカを入れてみるのもいいんじゃないか？メダカよりももっと大きな魚の方がいいんじゃない？それじゃあマグロでも入れてみるよ。これはスーパーで買ってきたんだよ。これは立派なマグロだぜ。メダカよりも大きいね。これはとっても美味しそうだね。それじゃあ早速水槽に入れるよ。これは本格的だぜ。魚が入って本格的になったね。この魚たちもこの水槽に入れてもらえて喜んでいるよ。これでさっきよりも見た目が良くなったね。照明もよく働いてくれているぜ。何かわかりませんを見事に実用化してみたよ。何かわからないけど使えればいいよね。こうやって用途があれば何かわからなくても問題ないよね。
いろいろな仮説が出たが水槽で魚の飼育に使われていた可能性が高いぜ。魚は元気よく沈んでいるね。誰がどんな目的で作ったのか真相は不明だけど、すっごくよくできた機械だったね。こうして水槽に魚を入れてエアーポンプで空気を送り、直流電源からは照明が光っているね。この照明は音楽を鳴らさないと光らないけれど、専用の照明を買ってくれば綺麗に点灯させることができるよね。水槽の中を綺麗に照らすことが可能だぜ。この照明は抵抗値を上げると消えちゃうけどね。謎の景気は電流系だったこともわかったね。光が踊っているから電流系も踊っているね。これは踊る照明だったから判明したことなんだぜ。この機械が何かわかりませんであることには変わりないけれど、何かわからないからすっごく面白いんだよね。誰が何の目的で制作したのか、誰がどんな考えで制作したのか、今となっては全てが謎に包まれているけれど、なんやかんやいじっても正解を導き出すことは不可能だけれど、魚用のポンプとして使用できることには変わりないよ。このエアポンプは魚たちの命綱だぜ。前回の動画のコメントでいろいろなことがわかったね。このミステリアスな機械をここまで実用化できたのも、多くのコメントをくださった視聴者さんたちのおかげだよ。ハードオフでは機械なものに巡り合うことがあるけれど、こんな面白いものは初めてだったね。1100円で随分と遊ぶことができたね。それじゃあ何かわかりませんのお話はこれでおしまいだよ。ご視聴ありがとうございました。